はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。プレイメーカーです。見てください。かっこいいでしょう。アクセスコードトーカーのね、ロイヤル加工がね、出ましたので、組んできました。コードトーカーデッキ。まあ、プレイメーカー、まあ、ブレインズの主人公ですね。あの、優作くん。藤木優作くんが、使っているデッキを組んできましたと。やっぱアクセスコードトーカーめっちゃ強いじゃないですか。あの、この作業モンスターね。これをね、あの、合法的に使えるというのがこのデッキのいいところですね。で、デッキレシピの詳細は、あの、概要欄に貼ってありますので、わかんないカードあったら見ていただければなと思うんですけども、キーカードだけ説明していきますね。あの、全部説明していると時間ないんでね。まずですね、あの、コールトーカーってどういう風に展開していくかっていうと、まあ、どんどんリンクをつなげて展開していくんですよ。で、エクストラデッキで、まあ、重要になってくるのは、基本的にそのコードトーカーと名前がついているモンスター。これね、あの、コードトーカーって名前がついていることによって、あの、例えばマイクロコーダーとか、コードジェネレーターとかっていうモンスターが、手札からリンクスワンにできるんですよね。例えば、マイクロコーダーだったら、このカードをコードトーカーモンスターのリンクスワンとして、手札フィールドから墓地を加えた場合、あ、間違えた、こちら、1番、自分のフィールドのサイバーストークモンスターをコードトーカーモンスターのリンクスワンにする場合、手札のこのカードをリンクスワンにできるっていう、この1番の効果ですね。これが、あの、結構共通効果でついているモンスターが、まあ、何体かいてね、これとかもそうなんだけど、こいつらを、まあ、手札からそれにしてリンクの数を伸ばしていくっていう感じになってるんですよね。なんで、基本的にはコードトーカーとか、あとそれからトランスコードトーカーとか、まあ、エクスコードトーカーとかアクセスコードトーカーっていうこのモンスターたちは手札のこのモンスターを素材にリンク召喚していくことができるっていうことですね。で、メインギミックはですね、基本的にはね、まあ、リンク数伸ばしていけばいいんで、まあ、素材が増えればいいんですけど、まあ、例えば、レディーバッカー。これ、召喚、特殊召喚成功すると、デッキからレベル3以下のサイバーストークモンスターを持ってこれるんで、まあ、レディーバッカーで、コードトーク、マイクロコーダーとか、コードジェネレーターとかを持ってくれば、レディーバッカーと手札のマイクロコーダーでコードトーカーをリンク召喚できますし、マイクロコーダーは、2番の効果で、これがまあ、コードトーカー素材になれるモンスターの、まあ、固有効果なんですけど、こいつだったら、コードトーカーモンスターのリンク素材として、手札フィールドから墓地を加えると、デッキからサイバネット魔法トラップカードを1枚手札に加えるっていう効果を持ってるんですね。で、例えば、まあ、めっちゃ強いのは、このサイバネットコーデックっていう。これ、コードトーカーが、リンク召喚されると、コードトーカーの同じ属性の、サイバー種族モンスターを、デッキからサーチできるよっていう。例えば、コールトーカーをリンク召喚したときに、こいつが貼ってあれば、まあ、闇属性のサイバー種族モンスターを持ってくることができるし、エクスコールトーカーをリンク召喚したときに、これが貼ってあれば、風属性のモンスターである、パラレルエクシードとかを、持ってくることができるっていう、そんな感じですね。だからもうどんどんモンスターをサーチできるんですよ。これ耐えちゃありません。このサーチ効果に対して。これがめちゃくちゃ強いですね。はい。まあ、他にもサイバネットマジックトラップあるんですけれども、レシピの概要欄から見ていただければなと思いますね。で、コードトーカーデッキって、ちょっとね、先行が若干弱いというか、まあ、もちろん、エクストラリンクをしていく構築であれば、エクストラリンクすればいいんですけど、僕エクストラリンクの方じゃなくて、普通にそのコードトーカーで戦っていく形にしてるんで、ちょっと先行が弱いんですよね。なので、トラップカード、まあ、罠コードトーカーっていうやつですね、いわゆる。トラップカードで、まあ、先行の弱さをカバーしてあげるっていうね。無限保養とか、まあ、神戦とか、神通とか。あとね、これが結構強くて、サイマネットコンフリクトっていう。これ、コールトーカーがいる場合、何でも無効にできるよっていう。無効にして除外できるよっていうカウンタートラップなんですよ。これが結構強くて、でしかもマイクロコーダーからサーチできるんで、まあ、割とね、活躍してくれます。はい。まあ、動かし方はね、体勢見ていただければなと思うんですけども、アクセスコールトーカーの効果で、属性が違うね。リンクモンスターを墓地から除外すると、フィールドのカードをどんどん選んで破壊できるっていう効果があるんで、とにかくね、属性が違うモンスターをどんどん墓地に溜めながらリンク召喚していきたいんですよ。だから、属性が違うね、リンクモンスターがいっぱい入ってまして、まあ、コールトーカーとか、エクスコールトーカーとか、まあ、トランスコールトーカーとか、まあ、スプラッシュメージとか、まあ、こういうね、モンスターをバンバン墓地に溜めていって、なんか、もうひたすらに、破壊できる体制を整えて、最後フィニッシャーとしてアクセスコールトーカーを出して、アクセスインテグレーションをめっちゃ打つというね。これがね、優作くんの魂のデッキです。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。我が名はプレイメーカー。行くぜ、草薙さん。イントゥーザ・プレインズ。テンション高。強欲で金満なツボ。俺は、ファルラーの効果を発動。
ファルグラの効果により強欲で金門なつぼの効果を無効にしていく。おっと、なに貴様なかなかやるじゃないか。まあでも言うてこれは手札の枚数がそんなに変わってないから、まあ業種としよう。一応手札を交換したみたいなことだもんな、これな。強欲で金満な壺で破壊の示しは使ってっから、これまあ一応まあ5枚スタートみたいなもんだ。まあそんなに、まあ、俺がハンデ使ったみたいなもんか。黒き目覚めのエルドリクシル、何これ全然ブレインズ関係ない展開見されるのこれイントゥーザブレインズした結果スキルドレインという最強のカード見されるよ俺。ちょっとさ、神戦だけやめようぜ。神戦からのスキルだけやめようぜ。一回ちょっと跳ねぼきしていいか。ハーピーの跳ねぼきを発動。ハーピーの跳ねぼきの効果により相手のフィールド上のマジックトラップカードを全て破壊する。赤き沈むのエルドリクシル、あーなるほど。まあ一旦これは増地投げておきますか。どうせ増地なんて投げる暇はもうないですからね。相手のデッキ、さあ増殖する G の効果によってカードを一枚ドローしていきたい。何か、よし、とりあえず破壊できた。バックはよし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 。なんか優先権渡ってるけどな。エルドリッチ2体目、まあ、2体目は別にどうでもいいわ。そんなモンスターはどうでもいい。あぶねえ、スキルトレインだったあぶねえ。俺は、レディーディバッカーを召喚。レディーディバッカーの効果を発動。レディーディバッカーの効果によるまだなんかあるぞ。うららかな、うららか増地かどっちかあるね。そしてマイクロコーダーを手札に加えるぜ。スキル発動、ストームアクセス、現れろ、未来を導くサーキット。アロヘッド確認、召喚条件は交換モンスター2体。現れろ、リンク2コードトーカー。そしてコールトーカーがリンク召喚に成功した場合、マイクロコーダーの効果を発動。コールトーカーモンスターのリンクソンやった場合、デッキよりサイバースマジックトラップカード1枚手札に加える。頼む、加えさせてくれ。あー、まあ、増殖する G はいいわ。増殖する G ならいい。わかった、つまりこのターンで勝てばいいんだな。俺はサイバネットマイニングを手札に加えさせてもらうぜ。そして手札にマジックカードサイバネットマイニングを発動。このカードの効果により手札は1枚墓地の国、デッキよりレベル4以下のサイバース毒モンスター一体を手札に加える。これによりバックアップセクレタリーを手札に加えさせてもらうぜ。そして墓地の食らったドットスケーパーの効果を発動。このカードが墓地を食らった場合、自身を特殊召喚できる。そして現れろ、再び未来を導くサーキット。アローヘッド確認、召喚条件は効果モンスター2体以上。俺はドットスケーパーとコールトーカーをリンクワーカーにセット。サーキットコンバイン、風をつかめ、ストームアクセス、リンク召喚、リンクさん、トランスコードトーカー。そしてコードジェネレーターの効果発動。コードジェネレーターはリンクスライドとして墓地に送られた場合、カードを1枚を墓地に送ることができる。そしてトランスコードトーカーの効果発動。このカードは1ターンに1度墓地に存在するリンクモンスター1体を自身のリンク先に特殊召喚できる。そして再びアローヘッド確認、召喚条件はサイバース族モンスター2体以上。俺はコールトーカーとドットスケーパーをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、風をつかめ、エクスコードトーカー。エクスコードトーカーの効果はどう、相手のフィールド上のモンスターゾーンを1箇所使えなくするとかいう謎の効果。そして俺が手札よりバックアップセクレタリーを特殊召喚。うおースキル発動、ストームアクセス、現れろ、未来を導くサーキット。アローヘッド確認、召喚条件は効果モンスターに対象。まだ見せかけつながる風をつかめ、リック召喚、リキオン、アクセスコールトーカー。そしてアクセスコールトーカーのモンスター効果発動。リンクスライドしたリンクモンスターのリンク数分、このカードの攻撃力分をアップする。そしてアクセスコールトーカーの効果発動、自分の墓地のリンクモンスターをゲームから除外し相手のカードを破壊する。アクセスインテグレーション、アクセスインテグレーション、バトルフェイズだ、バトルいっけー、アクセスインテグレーション、うおーコードトーカー最強。スキル発動しすぎ問題発生してるな、このビッキー。本当は確かライフポイントがなんか1000以下かなんかになんないとスキル発動できないんだよね
プレイメーカーってなんか死ぬほど好きの発動してっけ。どっち、レディーディバッカーの効果発動、レディーディバッカーの効果により召喚成功時増殖する地あるうらうら発動。こいつはあの全然サイバー族関係ないですけど許してください。全然サイバー族関係ないけど、で、レディーディバッカーの効果を発動、レディーディバッカーの効果によりサイバー族モンスター一体を手札に加えることができる。そしてこれはまあエアーマーみたいなもんだな、アローヘッド確認、召喚条件は効果モンスターに対象、現れろ、風をつかめ、ストームアクセス、リンク召喚、リンクにコード投下。そしてマイクロコーダーの効果を発動、マイクロコーダーの効果はコード投下のリンクスワインの場合、サイバネット魔法トラップカード1枚を手札に加えることができる。そしてサイバネットコーデックを発動、サイバネットコーデックはコードトーカーがリンク召喚に成功した場合、そのモンスターの属性と同じ種族、属性の、サイバー属モンスター一体を手札に加えるという最強効果を持っている。そして再びアロヘッド確認、召喚条件は効果モンスターに対象、リンク召喚、リンク3トランスコールトーカー。そして、サイバネットコーデックの効果をチェンジ、そしてガッチリあとイグニスターの効果を発動、ガッチリ守っていくトランスコールトーカーを。相手のターンの終了時までこのモンスターは、何の効果も受けなくなるぜ。そして俺は、コードジェネレーターを手札に加えさせてもらうぜ。そしてトランスコールトーカーの効果を発動、トランスコールトーカーの効果により墓地で存在するコールトーカーをこのカードのリンク先に特殊召喚する。そして再びアローヘッド確認、召喚条件はサイバーズ族モンスター2体以上。俺はコールトーカーと手札に存在するコードジェネレーターをリンクワーカーにセット、サーキットコンバイン、風をつかめ、ストームアクセス、リンク召喚、現れろ、エクスコードトーカー。そしてコードジェネレーターの効果をチェーンし、そしてサイバネットコーデックの効果をチェーンに、そしてエクスコードトーカーの効果をチェーン3で発動。 このコードの効果によりここを使用できなくさせる。そしてサイバネットコーデックの効果により家族性モンスター1体を手札に加えることができる。サイバーストックモンスターのはこれによって手札に加えるのはもちろんそう、パラレルエクシード。そしてコードジェネレーターの効果によりデッキよりカードを1枚墓地に送ることができる。これによってドットスケーパーが墓地を送れた場合の効果を発動、ドットスケーパーは墓地を送れた場合自身を特殊召喚できる。そして現れろ、未来を導くサーキット、アロヘッド確認、召喚条件は効果モンスターに対象、俺はエクスコールトーカーとドットスケーパーでリンク召喚、風をつかめ、アクセスコールトーカー。そしてサイバネットコーデックの効果を発動、サイバネットコーデックの効果により闇属性モンスターを持ってくるという効果、さらにアクセスコールトーカーの効果を発動、で打点を3000ポイント上げるという効果、さらに手札のパラレルエクシードの効果を発動。パラレルエクシードの効果により自分がリンクモンスターを特殊召喚した場合自身を特殊召喚しデッキより同じやつを出すというとかいう最強の効果を持っているぜ。俺は手札にマイクロコーダーを加えさせてもらう。そしてパラレルエクシードの効果発動、パラレルエクシードの効果により自分と同じやつを特殊召喚していく。そしてアローヘッド確認、召喚条件はサイバーズ族モンスター2体リンク召喚、コードとかインバート。そしてインバートの効果をチェーン1、そしてチェーン2でサイバネットコーデックの効果を発動、これによって手札に加えたモンスターをそのまま出すというなんかすごい最強の効果を持ってるぜ。これによって俺はサイバースガジェットを手札に加えながらこのモンスターを特殊召喚できるとかいうヤバすぎる効果を持っている。よし、これはなかなか強い。ちょっと待って、これなんかあれだな、リンク数若干足りねえな、もう一体リンク4出してから、これスプラッシュメイジしたらいけるか、これなんか若干間違った気がすんな。風をつかめ、リンク召喚、スプラッシュメイジ。そしてリンクストライになったサイバースガジェットの効果を発動、サイバースガジェットはリンク召喚、リンクストライになった場合、トークンを生み出すことができるぜ。そしてスプラッシュメイジの効果により墓地に存在するサイバース族モンスター遺体を特殊召喚することができる。これによって俺はこれは何でもいいな、コードジェネレーターを特殊召喚していく。そして
アローヘッド確認。召喚条件は通常モンスター1体。現れろ。リンク召喚。リンクスパイダー。そして、アローヘッド確認。召喚条件は、サイバース毒モンスター2体。リンク召喚。スプラッシュメイジ。これ、なんかちょっと違ったな。なんかちょっと違うな。おかしいな。なんかこんなはずではって感じだけど、一応まあでもこれでアスタル出した。リンク召喚。リンク4。ジャックライツ。アストラム。ここ、あれだな。ファイアーボールドラゴンの方が優作っぽかったな。なんか今ちょっとアストラム出すことになんか全力注ぎすぎたけど、あれですね、あれの方が良かったですね。ファイアーボールの方がプレイメーカーっぽかったかなとは思いますね。黒五竜アルビオン、こいつ黒五竜っていうあれなんだ、ルビなんだ。暴走魔法陣、はいどうぞ。暴走魔法陣は許容、どうぞ。まあとりあえずアレイスターの方が無限保養で無効にしますけどね。さあ、レイスターの方が無限保養で無効。ちなみに素引きしている召喚魔術は神戦で無効にするわ。それこれ何が強いってね、無限保養と神戦が強いんですよ。コールとか関係ないです。これ無限保養と神戦がめっちゃ強くて、多分これあれ相手されるんだよこれ。コールトーカーは最強ですね。はい、コールトーカーが強いから今の相手がされに出したんですよ。ハンド強そうじゃん。レディディバッカーは召喚。レディディバッカーの効果を発動。召喚に成功した場合、サイバーズ族モンスター1体を手札に加えるとかいう最強効果を持っている。あ、なんかなんもねえ。これなんかすげえ展開伸びそうだねこれね。このハンド、もともともうすでに持ってるカードがめっちゃ多いから、これなんかすごいリンク数伸びそうな気がするわ。これなんかエクストラリンクできんだろうなこれ、頑張ればな。ちょっとなんか俺プレイメーカーっぽい盤面目指してなんかすげえぶん回してるけどさ、これなんかあれじゃねえ、これなんかすごい盤面できそうだったよね本来であれば。まあちょっと一応これアスタラム出します。ちょっと僕はエクストラリンク型にしないですけど、なんかエクストラリンクを目指せるらしいですね。はい、結構このデッキはなんかちょっとモンスターが2体余ったな。なんかモンスター2体余ったわ。そんなことある。もう出せない。もう出すモンスターいねえか。リングリーボー出さなくてもいいもんな別にな。まあこんなもんじゃね。なんか多分もうちょっと頑張ったらぶん回せるんだろうけど、まあコードトーカーだったらこんなもんだろう。今とりあえずバウンスとなんか攻撃誘導と効果の足しにならないアスタラもいるし、多分なんとかなるんじゃないですかね。でしかも何でも効果が1回あります。一応割と強そうではある。さあこれはなかなか強い盤面ではあるが、妨害数としては一応2妨害かな。こんなでかいモンスター立ってるだけで。ジョイエゴ、え。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ世の中にはなんかリンクモンスターめっちゃ巻き込んで融合できるモンスターがいるっていう話を俺は聞いてるぞ。ちょっと待ってくれ。うわあ。助けてくれ。あでも一応アストラムの効果は発動できるのか。アストラムの効果は墓地に行くと相手のカードをデッキに戻すとかいう最強効果を持っている。ちょこれで相手に戻ってもらうしかねえ。ちょお前戻れマジで。やばいやばい、なんでか知んねえけどファイヤーウォールだけ残された。ファイヤーウォールだけなんか耐えてる。頑張れファイヤーウォールドラゴン。お前今バニャだぞ。うえうわうそ、ひどいよひどいよ、嘘でしょ。うわすいませんでした。